皆さんこんばんは。こんばんは。リサタクレマチスのいい子です。月ひもかです。トブソワです。はい、ということで、はい、私たちは北海道に来て、トランクに花束をツアーでね、北海道来まして、ライブと旅イベントも終えまして、そして3日目ぐらいの、はい、本日は本日はここの札幌の音楽スタジオさんにお邪魔しておりましてですね、今日はちょっと素敵なバンドさんとの何やらが行われるという感じがしております。何なんだろう、なんだなんだなんだという期待を胸に、じゃあもうスタジオの方に登っていきたいと思います。すごい、はい、ということで今回はなんとスタジオに来てます。はい、ここで今日は待ち合わせというかね、集合なんですけど、うん、スタジオで何するんだろう。多分お先にもうついてらっしゃるので、はい、入っていきたいと思います。入っていきたいと思います。ワクワクワク。あ、めっちゃ音聞こえる。やってくれてる。え、待って、これあの曲じゃない？知ってる。はい、じゃあ、いいかな。いいですか。楽しみ。あげあげで。今日は何するんだろう。はい、ロケしていきたいと思います。はい、ということで、座りました。はい、今回は札幌にて楽曲カバーさせていただきましたバーストブルーさんと、トランクに花束をの、楽曲についての、理解を深めるロケを一緒にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、もしよろしければ改めまして自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、バーストブルーのベースやらせていただいてます中元寺です。よろしくお願いします。お願いします。ギターとボーカルとプログラミングの藤森健人です。よろしくお願いします。お願いします。ドラムの桜井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日は、急遽私たち参加させていただきましたビルシューゲイザーフェス2023、はい、初フェスでしたね、楽しかったね、ありがとうございました。もしよろしければバーストブルーさんっていうそのバンドさんについてのなんか自己紹介的なものとアビルシューゲイザーフェスについてちょっとお伺いできたらなと思うんですけど、バーストブルーは2017年結成、16、17年あたりで、僕と中元寺さんと前別のドラムとボーカルのひろかさんとで、シューゲイザーをちょっと J-POP に落とし込んで分かりやすくやろうっていうようなので始まって、5年、6年ぐらいですね。EP2 枚と出させてもらって、東京高円寺ハイムポータルフィードバック2回出させてもらいました。あとは何ですかね、何が OK ですか。リンゴデススターとか。リンゴデススターじゃないよね。そう。頑張って北海道、札幌を中心に頑張ってます。っていう感じですね。アビルはどうですか、チェックス。アビルはそう、もともとこう、札幌のシューゲイザー界隈ってこうホールスピリチュアルラウンジっていうライブハウスがあって、結構そこで
そう集まってやってたんですけども、ちょっとコロナの影響でそこがもうなくなってしまったんですよ。で、ちょっともうホームがなくなってしまった。自分たち活動する場所がないっていうのと、やっぱそういった時にこうシューゲイザーバンドが集まれるような、まあ、一つのイベント、ホームになるようなイベントがあれば。いいなっていうのと、それこそ東京だとトータルフィードバックあったり、うんうん、名古屋だとドリームスミックスあったりして、うん、やっぱそこでやっぱ札幌で一つ大きいイベントが育てられるといいなっていう思いで始めたのが最初です。へ、うん、素敵だね。すごい精力的に活動されてますね。すごく頑張ってますなんかホーム失ってこう寂しいっていう状態で自分からすぐまたやろう、ね、動き出せるのめっちゃすごいですね。界隈自体がニッチだから、ね、自分らが動かないといやでもすごくめちゃくちゃ楽しかったよね。ねえ、めちゃくちゃいいフェスでしたね。ちなみにあのアイドルが参加したことっていうのは、いや、ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちシスとクレマティスもライブ活動自体は4月にデビューしたばっかりのグループなので、はい、初めてね、うん、初めてのお披露目ツアーの中で初めてフェスに出るっていう経験になって、うん、フェスというかもうこの今まで全部主催で組んだライブに皆さんに出ていただくみたいな形だったんで、うん、こう外のイベントに呼んでいただくこと自体が初めてで、うん、なんでちょっとね緊張はしたよね。やっぱ飛び込んでいく感じがしたんで、うん、やっぱアーティストさんってかっこいいものっていうイメージがあるから、うん、そこにこのデビューしたてのアイドルが参加するっていうこと自体への恐縮さがすごくて、でも本当にもうあの本番前のコミュニケーションから皆さんすごいめちゃくちゃ温かく迎えてくださって、そう本当にもうその後のね実際のライブ中もめちゃめちゃ盛り上がってくださって、そうかそうね、結局そのおかげで楽しくいいライブができたなって思います。もうそう思ってもらえて僕たちも幸せ。ありがとうございます。演奏もすごいね、浴びるって名前の通りすごい浴びれて、もかちゃんとかとこう終わった後に気持ちよかったねみたいな。めちゃくちゃ嬉しい。一番嬉しいですよね、本当に。一番嬉しい。ちなみにそう皆さんのシューゲーザーのルーツというか、自分が触れた最初に触れたのだったり、自分がバンドをシューゲーザーでやりたいと思ったなんかきっかけとかあったら教えてほしいです。シューゲーザーのルーツは、うん、もともとスーパーカーってバンド。おー、好きじゃん。私スーパーカーめっちゃ好きです。いいですよね。でそこでなんか調べてたら結構スーパーカー自身もシューゲーザーの影響を受けてるとか、まあ、そこからジーザさんのメディーチェーンとかちょっとこう深掘りしていて、ちょっと最終的にまあマイブラッディバレンタインとかにたどり着いて聞いてたのと、あとはちょっと違うちゃんルーで言うとプラスチックスリーっていうバンド、僕は完全にプラスチックス、そうだよね、ちょっとこうビジュアル系なんですよ、こう畑が。だけどサウンドが結構シューゲーザーチックであったりっていうのがものすごい影響を受けてて、やっぱそこでちょっと、自分も吹き音出したいなみたいな感じで、そうですね、始めました。まさきさん、僕はまだバンドこの場に入って1年ぐらいなんですけど、僕のシューゲーザーのルーツはどっちかというとバーストブルーですよ。なんかね、僕バーストブルーが前にやってたバンドで対バンしてて、すごいそれで初めてシューゲーザー聴いて、ああこういうジャンルなんだと思って、まあ、そこからちょっと普通に飲みに行ったりとかの友達な感じだったんですけど、それでドラマ前抜けて、でサポートで叩いてくれないっていう話が来て、あの憧れのバーストブルーで叩けるのってます。でもそんな自分がずっと好きなバンドだったんで、ちょっと話もらって、これはちょっとちゃんとシューゲーザーを勉強したいなと思って、そこからもうすっかりどっぷりとハマって。こっちもそう、ドラムが一回抜けたタイミングで、結構ドラム探してたんですよ。でめちゃくちゃバーストブルーいいねみたいなツイートをしてるので、もうこれだったらもう好きな人にやっぱ叩いてるから、そうですよね。でもう誘ったみたいな。私もお兄さんは、
もプラスティックツリーって感じ。そうですね、僕プラが一番好きですね。シューゲーザーって多分普通のあんまり音楽を知らない人だと、そういうジャンルを知らないから、うん、シューゲーザーって何って言われた時に、僕は音のでかいバラードっていつも言ってるんですけど、それが一番なんか分かりやすく形容してるかなと思ってて、結構でも日本の J-POP、 バラード寄りの J-POP とすごく親和性が高いなと思ってるので、そうですね、聴いてて気持ちいいのが自分も好きなので、元々ずっとシューゲーザーを僕も聴いてたわけじゃなくて、元々どちらかというと自分はメタルとかラードロック側の人間と、あとヒップホップとかだったんですけど、なんかそのシューゲーザーをちょっとその J-POP と融合で分かりやすくっていうところがすごい自分なんか気になったというか、自分も普通に J-POP 畑で育ってきた人間なんで、なんかそのまあ分かりやすくて、で歌詞とかもやっぱ J-POP はちゃんと聞き取れて、まあ、歌える楽しさっていうのがあるじゃないですか、はい、でやっぱシューゲーザー結構声は埋もれていいぐらいのもんじゃないですか、そうですね、ここら辺も結構違うと思うんですけど、なんかそれをどうやって感じて融合させて、もともと自分、僕自身も本当にそのちっちゃい頃はすごく J-POP だったので、本当にオレンジレンジとかアクアタイムズとかそういうので、そういうので育ってきたので、それをバーストブルーの音でやったらバーストブルーになったっていうことですよね。へー、その藤森さんの感覚のまま、なんかそのそうですね、シューゲーザーなサウンドにしてみたら普通に良かったし、褒めていただけることがたくさんあった。多分全然僕らのやってるシューゲーザーって正統派じゃないし、もっとこう海外のものとかと比べると、結構やっぱり J-POP の良さって A メロ B メロサビ、 A メロ B メロサビ、 C メロサビみたいな分かりやすい展開っていうのが多分日本人は好きだし、僕も大好きだし、多分本当のシューゲーザーって言ったらね、 A メロ感想、 A メロ感想、感想、感想、 A メロ終わりとか、大体そうでしょ。サビないって、サビないから、そこをね、自分たちの好きな展開とサビの歌メロは、まあ確かにあの埋もれてるけど一番聞きやすい歌メロを見せるっていう分かりやすさになってきましたね、やっていくうちで。それを最初始めた時は、海外とか正統派のシューゲーザーに寄せなきゃっていう思想が、特に僕この2人で曲を作るんですけど、僕はかなりあったから、こうもっとこう、まあ、分かりにくくというか、正統派の曲を作らなきゃっていうのがすごくこうある種フラストレーションというか、すごく、まあ、悩みどころだったんですけど、それは別にそうじゃなくていいかなっていうところに気づいた時があって、 J-POP の自分の好きな展開、自分の好きな歌メロを自分らのギター、ベース、ドラムで弾いたら、まあシューゲーザーと呼んでもいいかなぐらいになったから、その時すごく楽になったし、そういう曲が多いですよね最近はね、無理してないっていう。どうしても J-POP で育ってきてるから、やっぱりシューゲーザー作ろうと思っても J-POP になっちゃうんですよ。だからそう、本当に胸を張ってね、シューゲーザーバンドですってちょっと言えない節がありますよね。ちょっとこっぱずかしいですね。まあ、シューゲーザー風 J-POP もね。あ、でもそれ、そのキャッチコピーいいかも。めっちゃ食いつきます。あと、あの自分がちょっとバーストブルーさんの紹介動画みたいなのを担当させていただいたんですけど、それで動画紹介させていただいたんですけど、はい、あのそのバンドさんの YouTube とかの紹介文にその曲によって編成を変えるみたいなことが書いてあって、でその担当のところも、あの桜井さんはドラムって書いてあったんですけど、はい、他の皆様がカッコ内にたくさんこうハートっていうんですか、こうあって、どういうことってこう気になってたんですけど、いや、どういうことっすよね。なんかもともとできるものを全部いろんな曲で試してみたって感じなのか、それとも表現の幅を広げたくて増えてったとかなのか。いや、多分もう本当にどちらかっていうと悪ふざけに近い。そのふざけっていうか、もともとベーシストだけど俺もギターを弾きたいからギターの曲作ってよっていうし、俺もなんか歌だけ歌う曲欲しいんだよねとか、本当にだからそこら辺はもう自由なんですよね、正統派じゃないからこそやれるっていう
感じでね。評価さん一曲の中でギター弾いてピアノ弾いてってあるし、いや本当にずっとこうなってこうなってるし、ツインボーカルだしみたいな、からそこら辺もだ自分らのある種その肩の力を抜いた自由さですよね。こだわらなくていいっていう、やりたいからやるっていう、でもこうやっぱシューティーザーってジャンルだからこそできそうっていうか、そうですね、やってもなんか成立するのかなみたいな部分はあります。カバーさせていただいた楽曲についてもちょっとお話を伺えたらなと思うんですけど、はい、楽屋でちらっと中元寺さんに、実はあの曲を書いた時にバンドがなくなるかもしれないみたいな時期だったって聞いたんですけど、ちょうど作った時の僕まだその時まさひろさんいなくて、はいはい、僕以外の方がみんなまだ学生 で就職とかもやっぱタイミングがあるじゃないですか。みんなちょうど就活とかの時期 でやっぱ就活ってこう、まあ、例えば東京とかに決まってしまったらそういう理由にやっぱ解散しちゃうバンドとかも多くて、でちょうどそういうのを見てちょっとマーチンの歌詞とかも書いてたんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、その仕事のために好きなバンドを辞めることがなんか大人になることなのかどうなのかっていうのを一応題材にして、すごい、まあ、自分たちではないあんま知らないね歌い方変わってくるあのマーチンズアイスクリームってどんな曲ですかっていうのをなんかもしよければ紹介していただけたらと思うんですけど、そうですね、なんかうちのまずボーカルが結構アニソンとかも好きで、結構割とそれこそポップさに振り切ったイメージは自分の中にもあって、で、なんかもともと正直マーチン以外の曲って結構暗い味っていうか、あんまダークな感じっていうか感じなんですけど、結構やっぱ爽やかな曲やりたいような曲と、あとやっぱポップさってやっぱ強いと思うんですよね。分かりやすいし、例えば他の対バンとかライブ出させていただいた時に結構やっぱなんていうんですか、受けがいいっていうか、こう見てくれるのがあるので、そういった感じも目指してサウンドとかもシューゲイザーに寄せては作っていましたね。曲先ですか？曲先です。マッチに関してはタイトル先です。タイトル結構タイトル気になるタイトル、なんかスタジオ入ってる時にないや多分いたよね、まあ、いたでしょうね いたでしょうな、ね、なんか、わー思い出せないな。マッチなんだっけ、こんな曲名あったらなんかおしゃれだよねみたいのなんか出して、でそこでマーチンアイスクリームみたいのなんかなんかで単語ワードで言ったんですよ、じゃあもうそれで曲作ろうみたいになって、タイトル先なんかふざけというかノリの中で、まあ、そうですね、そうですね。他にはもうめちゃめちゃ変なのとかも出てきた、あでもおしゃれなの出してるのか、大喜利じゃない、大喜利になっちゃった、大喜利ノリのやつかなと思ったけど、びっくりだな。私はそのタイトルだったり歌詞とかだったりっていうのでその表現的な部分でなんかどういう意味なんだろうと思ってあのミュージックビデオを拝見させていただいたんですけどなんかバーベキューして魚をさばき始める解釈にたどり着けないという、そうそうそう、だからどうやって歌おうかなってなんかすごい思ってでもその一番最初の入りイントロの入りのところでこうアイスクリームが溶けて落ちるっていう演出をしてて、最後に歩き出していくっていうのが多分タイトルの回収と、まあ、曲のさっき中元さんが言ってたこう、ね、まだ進んでいけるよっていうこの踏み出す足を多分表現したくて、それでまあアイスクリームなので夏の海で PV を撮ろうってなってですね、であとはなんでしょうね、バーベキューしたかったからしたに近いですよねあれも悪ふざけですよね、なんかいいの全体的にそういう感じが結構その編集は僕が大体やってるんですけど、こう色調とかも割とビビッドな形で、ちょ
ちょっとこうローファイなホームビデオ感、めちゃくちゃかっこいいバンドの PV っていう感じにしたくなくて、ちょっとあえてこう多分シューゲイザーそういうジャンルだと思うので、インディーなローファイな自主制作感を残しつつっていうところでやりましたね。釣りはひろかさんが本当に釣りが趣味で、PV 撮るよって言ったら、じゃあ私釣っていいかいって言うから、いいよって本当に釣って、本当にさばいた。すごい。あれも台本とかじゃなくて本当に釣ったんで、途中で釣り具屋寄っていいって言われて、あの MV の撮影時期も曲作った時期と同じぐらいだったりしますか？あれでも撮ってから結構1年ぐらいしてから撮ってたよね。もともと曲撮った時は特にミュージックビデオとかもね作る予定はなかったけど、なんか1曲欲しいねって、で1曲撮りたいねってなって、なんで海行ったんだろうかと思う。それでもホームビデオ館にしたいって言ったのは違ったんですよね。なんかサイゼリアで話したけどさ、バンドの存続のあの危機はちょっと乗り越えた後ぐらいの時期なんですかね。もうその時は全然そうですね。中英さんが危惧してたこと誰もやめなかったので誰も普通に居座ってたっていう。逆にその曲、うちも2枚 EP とか出させてもらってる中で、ぶっちゃけどういう流れでマーチンをやろうっていうふうになったんですか？メンバーが出した曲が選ばれることもあるし、みんなで決めてるというか、みんなの意見を尊重し合ってるって感じなんですけど、今回はいろいろ聞いてる中でお姉さんがもう音楽大好きなので、私たちが候補を超えて聞いてる間にこれとこれでどうですかみたいな感じの、でも特にマーチンがみたいな感じで聞いてて、それで今回は上さんが最初に言ってくださったって感じなんですけど、みんな満場一致な感じで聞いたら、聞いた時の感想はどんな感じですか？そこそもかちゃんとかまのちゃんは全身グループで手芸をめちゃくちゃやってたけど、私手芸好きだけどやったことがなくて、ずっとやりたかったから、やっと歌える表現できる喜びがまずバーンってあって、それでそのなんだろうな、他フェスに出れたのも嬉しかったし、なんかすごい爽やかな絵が浮かんで、感想が気持ちよすぎて、おーみたいなの聞いてて、こう頭振りたくなる感じで、でそれの次に、まあできるか分かんなかったですけど、その時はなんかメンバーが歌ってる姿がすごい浮かんできたりとか、なんかすごい頭を空っぽにして聞いてるのに、いろんなことがこう想像できる感じのサウンドっていうんですかね、それがすごい気持ちいいなって思って聞いてました。私はなんかどちらかというとそのバーストブレスの中ではポップって言ってらっしゃったんですけど、なんだろう、私的には結構そのポップさだけではない、やっぱりその歌詞のなんていうんだろう、抽象性というか、そのちょっとなんか曖昧な感じというかが好きだなってなんかそこに振り切ってない感じ、そのちょっとアンバランスバランスがちょっと不安定さがある感じがなんかちょっと好きだなって思ったのと、私も感想がなんか曲って感想でこんな風に入り込めるんだみたいな、なんかそういうのをすごい感じられた曲で、なんか実際そのライブで歌ってる時もまあポエトリーがあったっていうのももちろんあるんですけど、なんかそのポエトリー自体も練習の時はなんかまだもっと大きい声で言ってって何回も言ってたんで、なんかポエトリーを言うぞばっかりであれだったんですけど、実際本番ですっごく大きな音でそれを浴びながら聞きながらそう言うってなった時に、なんかもうこうカンっていけたんで、一番大きい声言ってた急に、なんかその音に後押しされる感じというのがすごい良かったなってめっちゃ思っています、思ってましたし思っています。ちょっとポエトリーに関しては正直映像が良すぎるので邪魔をしているという感覚で書いてたけど、でも良かったですよね。ケンタ君もよく練習の時あそこで、ね、あそこでなんかラップするラップする本番ではラップカーディアまでやることない、はい、本
そうです。さすがにちょっとね、バンドのイメージが置かれてしまうので。すごい即興ですか。そうです。ダイヤさんもね、フリースタイルをやってるから。あ、そこ気持ちいいんだ、ね。気持ちいい。ここでやってくださいって感じ。やりませんよ。やりませんよ。おべちゃんはどうですか、楽曲。なんかこう、だんだん開けていく感じの、まあ、サウンド的にそういう気持ちになるんですけど、でもその歌詞がこう、まあ、曖昧なままでいいじゃんっていう、なんかその工程を感じるんだけれども、でもちょっとまだなんていうか、そうとも思い切れず自分にちょっと言い聞かせているような節もある感じとかが、やっぱそのただただ明るいだけではなくてっていうのがすごい自分に入り込んできやすいようなところもあって、すごいやっぱその聞いてる、普通に普段聞いてる時はやっぱ気持ちいいなっていう感じだったんですけど、ライブでやってみてすごいなんか自分も体が勝手に動かされていく感じっていうのがあって、やっぱこう大きい音で聞いてっていうのだとまた違った感覚があって、すごいこれからライブでやっていくのがまた楽しみになって、はい、やらせてもらって本当に嬉しいなって思いましたね、ライブでやってみて。ああ、今回は急遽のことでダンスとかはなしだったんですけど、振り付けが、私たちもまだわからないんですけど、振り付けがついて、また新しい水槽とプレモチーズのマジアイスクリームとして表現を続けていけるってことにすごく喜びを感じてますので、そのバージョンもまた北海道に来てぜひ見ていただけるように頑張りたいと思います。いただきたい、見たいと思います。ということで、今回本当にカバーさせていただいたりとか、今回こうしてお話しさせていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとせっかくスタジオ来てもらったんで、はい、マーチンやりますか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、セッションをセッションをさせていただけることになりました。会いましょう。ギターと誰が何を演奏する感じに、ギター、歌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 、あ、歌、歌だけで、歌ってもらえないんで、ギター弾きたい方もいれば、ギターを弾いてくれる方が一人いらっしゃる。弾きたい、ね、ギター弾ける二人なんで、めっちゃ初心者と上手な子です。もらいましょうよ。ねえ、うん、あ、もうどうしよう。私、3から6、1から3、2、半分これでいきます。